みっちです。ためになるなるなるです。皆さん、私たちの楽曲青と水平線たくさん聴いていただけていますでしょうか。ふん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 、聴いてくれてますね。ありがとうございます。あの、もっともっと流行らせたいっていう気持ちがやっぱりありまして、うん、TikTok とかでもバズらせたいじゃん。だから今ない振り付けをちょっと作ってみようかなと思います。振り付け考えてほしいみたいな、そっか。実はなんかファンの子が振り付けをつけてくれたけど見た、うんうん、ありがとうございます。でも公式としてちょっとなんか作ってみようか、ね、ということでちょっと TikTok を意識して音楽をねいじってみたくって、流行ってる、うん、超ときめき宣伝部さんなんですけど、はいはいはい、好き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 とかも、うん、あの原曲のキーじゃなくてトーンがなんかそうそう上がってて、うん、ちょっと早かったよね、うんうん、青と水平線もちょっと変えてみたいかなと思います。で、ちょっと今回こんなアプリがございまして、うん、上がシャープで下がフラットで早い遅いみたいな感じになってるんですけど、うん、真ん中のこの、うん、何これ、真ん中のお玉じゃくしみたいなやつを動かすと、うん、音が変わったりしてるんですよ、うん、普通のやついきますよ、うん、もうこれが普通ですよね。ちょっと変えます。じゃあ音程変えます。はい、こんな感じでなんかちょっとボカロっぽくなったの。確かに確かに。じゃあ下も行ってみようかな。怖い子地獄みたいなバンド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 待って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 、今ここからだった。今ライブハウスで見える見える。てか音声が違ってもめちゃめちゃいい曲、ね、サイン付きの棒が投げたっていうイメージができた。スローとかもできんのよ。泣ける。アンコールの後 T シャツで出てくるタイプで、はいや、こういうことができるアプリと、はい、いうことになります。これでちょっといいところを探していきたいなと思うんですけど、うん、音程は上げです。そうです。いや、下げ好きでしたけどね、私は個人的には下げも私もすごい好きだった。このぐらい、確かに好きなの。このぐらいだった。もう好き意識してるからね、うちらね。このぐらいもありだけどね。ありだ。次5。ここまでいくとちょっときつい。どうだろう、速度も変えてみます。今105、106、110、115。すごい。振り付けするんだとしたらちょっと出るかもしれない。あったなこれ。これなんかない。ちょっと逆に遅いのも見てみる。じゃあ80。聞いたことないけどね、あんま TikTok で原曲より遅いってね。85。ああいい曲だね。これはみんなにあの思い出の写真をこうやる。ああスライドショーとかね。めちゃめちゃ遅いバージョン。あ、待って待って、こうなるの？ちょっと想像以上だった。じゃあテレビ壊れちゃった。私たちが決めたのは、じゃあ速度115、音程はプラス3みたいな感じですかね。おー、はい、じゃあこちらでいきましょう。じゃあ、あと振り付けです、ね、付けです。ダンスリーダーダンスリーダーではないんですけど、部活みたいな、あとダンリーみたいなあるよね。やっぱり、はい、トキセンちゃんも、はい、簡単じゃないですか。本家の振り付けだけど、普通に、うん、ラリラリラーラリラ、これも簡単だよね。ラリ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 でっかいダメだけど成長してないもう。ちょっと難しいけど、うん、じゃあちょっと分かりやすい振り付けを作っていこうっていう段理の意見でよろしいですか。水平線、あ、私、あ、ブリーチ間違え、本当にハマっちゃってるから、マジで最近インスタで返信みたいなの来てもう喜んじゃってるから。2人で棋戦の好きな振り付け師さんは私が人生で初めて好きになったアイドルが振り付けしてるんで、はい、懐かしい、ね、懐かしいエモいんですよ、これ、うん、懐かしい。そうなんですよ、エモいんですよ。そう、青と水平線作ってくれた山崎葵さん、そしてレコーディングに立ち会ってくれたあの編曲の鶴崎さん、うん、あのお二人がタッグ組んで特製の曲書いてるよ。エモいね、エモいのよ、めちゃめちゃはい、それは置い
といて。なんか私思ったのが、急に入れないと思う。二人しーって急にとかやっちゃっても入れないから、こう揺れてるとかでもいいのかな。確かに。で無口になってぐらいからなんか振り付けあった方が、3、2、1ってなった時に慌てないかな。二人しーって急に2みたいな、無口になってみたいな、もうできちゃうよね。これでもいいけど、あー、可愛い、可愛い。水平線泳いでんだよ、水平線もうみたいになっちゃうな。二人しーって急に無口になってかな。それか、無口になってなんかすげえ、全然難しいね。まっすぐみたいな。ね。あ、追い込んだ気。あれ？なんか懐かしいな。すごい懐かしい形だね。すごい動きが、動き欲しい。そう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 。四刻みが欲しいな。歌詞が胸キュンっていう意味だよ。なんだ。いいと思う。水平線別に表現しなくてもいいと思います。私も。二人しーで急に。あ、可愛い。無口になって。水平線、あおいかな。ちょっと先進んでみる。はい、わかりました。男女じゃないんです。違いました。男女じゃないんです。そういう大義みたいな服着てるけど、今日可愛いけどね。本当、でもこれ英語ね、Don't love heart なんだよ。どういうこと。なんか愛してないないの。うん、キラキラを表現するのすごい可愛い。可愛いよね、海のキラキラ。キラキラみたいな。大好き世界とか、テイクアピクチャーとかにあったなんか一瞬みたいな。ああ、なるほど。とかでもいいかも。確かにね。なんか青春の感じを。ああ、なんかこの声なんか最近っぽい。青いこの季節？季節。こうじゃなくて、うん、こう新種の、これは思い出ポーズです。カシャって感じだけど、キュンで表現するというのが今時です。おー、なるほど。トントン前、トントン、あー、かわいい。これ一瞬だといいな。ちょっとまとまってきたので一回振り返ってみます。二人して急に無口になって、水平線、青いこの季節、君にとっても忘れられない、一瞬だといいな。ちょっと流すか。ちょっと待って、私これ覚えられるかしら。よし、じゃあいきますよ、流してみるよ、うん、あ、よかった。やばいやばい。待って、これ大丈夫かな、速さ。ちょっと110は。ちょっとやってみよう。うん。それか今の踏まえて110。ちょっともう一回聞いて。速くね？いや。速い。じゃあ110にちょっと変えてみてやりたいと思います。やばい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 、これ忘れちゃうわ私。ここここ覚えて、真ん中は何でしょ。じゃあこれで決まりました。それでは TikTok 撮っていきたいと思います。じゃあループで何回か撮ります。ちょっともう一回やった方がいいかもしれないけど、顔 TikTok 側しないとやっぱ。そうなんです。いいですよ。ちょっと首の角度間違えた。うん、頑張ってまーす。あー、できた。待って待って。
た気がします。できてた、できてた。めっちゃフォルダごめん、いっぱいにしちゃって。これはいい、これで決定しました。お疲れ、できた。こちらぜひ皆さんも踊ってみてください。ちょっとね、これ TikTok でバズらせたりして、いろんな人に聞いてほしいなと思うので、皆さんぜひぜひよろしくお願いします。それではまた明日の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。踊ってね。今日もいちなぐ TV を見てくれてありがとう。チャンネル登録や高評価、コメントもよろしくね。 Twitter や Instagram もやってるので、ぜひフォローしてね。それじゃあ次回まで、ごきげんよう。